モンテディオ山形は8日、新スタジアム建設について報告した。計画だけ立てておいて資金調達の目処が立ってないって聞いたけどマジ？マジで一番大事なお金どうするか決まってないのか。山形県民は何のために税金を納めていると思う？なお費用の当てはありません。マジで一番大事なお金どうするか決まってないのか。ちゃんとした屋根つけとけよ。欧州を見本にしたのがそもそもの失敗なんだよ。日本はプロ野球と同じく大企業の持ち物になるルートが正解ルートだろ明らかに。ブタスゴは60年間12から増えないし、16球団か構想もなかったことにするし、地方虫の寄り合いし鮮度。三木谷に頼んでセンスタ作ってもらえよバカう。三木谷も税金にたかるしか能がねえからできないかう。それ言ったら NPB が工業目的、プロ仕様で球場を建設しなさいって自治体に要求したことはないよ。NPB が球場企画として要求してるのは本拠地球場の客席数だけだから。競技人口から見て将来性のない無駄スポーツの施設はなくすべきかな。聞くところによると少子化のペースを大きく上回って激減している球技があるとかないとか。よくわからんが、今のスタジアムと大して変わらなくね。霞城公園に作るとかなら集客アップも見込めるけどそれ以外なら別にな。